両チームの選手が今ピッチに姿を現しました。 J2 リーグ第19節、この試合をもってシーズンは折り返しということになります。前を向いたゴーケ、右に振ってオナユ、中3枚4枚増えてきます。カットに勝負に行く、クロスが入って中央、ゴーケが決めました。先制仙台1対0で、ね、このターン見事でしたし、一度さばいた後のこの動き直しですよね、はい、スルスルと入ってきながら見事なヘディングということで、まあ、ゴーケ仕事しましたよね、はい、オナユのこの縦突破からのクロスも見事ですね。甲府苦しいですね、これは。そうですね、はい、ずれたところでアダユトンです。スペースありますよ、これアダユトン中に入っていく、アダユトンボックス内切り返して右足、いやと同点甲府、アダユトン抜群ですね、まさに、まあ、スペースを彼に与えるともう1人2人では止められない、最後しっかりディフェンス見て切り返しもしてますし、まあ、狙い通りに逆サイドの、ね、サイドネットですよこれ、はい、これは見事ですね、まあ、完全に彼の個人能力の高さを、ね、証明したプレーですよね。そうですね、はい、狙っていった、おっとゴールの右、ここでマイボールにできるのは大きいですよね。ちょっとタッチがずれて宮崎狙った、宮崎クロスを選択、宇田が後ろからアダユトン、ゴール前の密集かき出しました仙台。広くポジションを取っています、中央ですね、宇田かアダユトン、オーバーヘッド、飯島シュート、クロスは後ろから宮崎、畳みかけましたが捉えられませんでした。大外姿を追い返し、姿立てますよね、しっかり長さは上げてゴールド、ポストに当たった、甲府駆け出します、仕掛けてきますね、甲府は2人の守備に入りますが後ろから右足、コボンドセーブ、高田のシュートでしょうか、そうですね、パワーありました。前向いた、取り替え入っていく、ナイト正面、正面ナイト押し込めるか、林止めた、甲府決定機、おーいいカバーですね、奥の深いところのタッチを割って、その瞬間にタイムアップのホイッスル、18分に仙台の豪華の先制点。そして